吉武春樹は、福岡県春日市出身の元プロ野球選手、監督、コーチ。九州産業高校では2年時に、エースの梅津茂美を擁し、一塁種、六番打者として1977年夏の甲子園県予選決勝に進出。田中和弘、清家正和、野田運平ら抜いた優勝候補筆頭の柳川賞を下し、甲子園に出場。 本大会では2回戦で、福島省の三浦博之投手に完封を喫する。翌1978年は、県予選で敗退し、甲子園には出場できなかった。高校卒業後は、九州産業大学への特待精神学が決まっていたが、1978年オフに、ドラフト外で阪神タイガースに投手として入団。1年目は打撃投手などを務め、 二年目の1980年に内野手へ転校。秋キャンプで松木健次郎に打撃を認められると、1981年には外野手へ転校。1983年から4年連続して100試合以上に出場。1983年は打率、330の高記録を残す。1984年は開幕から一番打者、右翼手として起用され、 74試合に先発出場。1985年には21年ぶりのリーグ優勝に貢献。同年の西武ライオンズとの日本シリーズで球団初の日本一に輝く。しかし自身は3試合に中堅守として先発するが、無安打、第5戦で守備がために入り、詐欺比で1打点を記録するにとどまった。1986年オフ。 タオヤス氏との交換トレードで、前田浩二と共に、西武ライオンズへ移籍。1987年は、開幕から2番打者、左翼手の定位置を得る。しかしオールスターゲーム初出場直後の1987年8月11日の、近鉄戦で、村上隆行の右膝を追った際に、フェンスと人工芝の間に右足を挟まれ転倒、右足大腿骨骨折の重傷を負った。 負傷の影響で、翌1988年は12試合の出場に止まるが、同年の中日ドラゴンズとの日本シリーズでは、最終第5戦で、先発出場、三塁打を放つなど、復活の兆しを見せる。1989年には、完全復活、69試合に左翼手として先発し、打率、314の好成績を上げた。その後も、 安倍治森博之、富樫の政治などと激しく定位置を争い順、レギュラーとして活躍。1992、1993年は、大塚工事の台頭や安倍の復調で、出場機会が大きく減ったが、1994年は、平野健の対談に伴い再度順レギュラーに復活し、1996年、限りで引退した。守備には定評があったが、 肩が弱く、1989年は北村テルブミがしばしば吉武の守備固めに入った。また、1994年日本シリーズ第4戦では、9回表に守備固めとして入ったが、同一イニングに守備固めを送られている。バッティングは長打力はないもののしばしば2割台後半の打率を残した。引退後は、阪神に復帰。 1997年から2000年まで2軍、外野守備、総類コーチ、2001年から2002年は1軍、外野守備、総類コーチ2003年は再び2軍外野守備、総類コーチ、2004年から2006年までは1軍、外野守備、総類コーチ、2007年から2008年は1、軍チーフ野手コーチを務めたが、優勝を逃した責任を取り退任した。 監督の岡田明信と共に退任。2009年から2010年までは管理部課長2軍担当。2011年から2012年まで2軍監督。2013年は監督の和田豊の要望で一軍作戦権守備、総類コーチ。2014年は一軍野手総合コーチを務めた。2015年より b c リーグ福井ミラクルエレファンツの監督を務める。 2015年シーズンはチームを西地区優勝に導いたがリーグチャンピオンシップでは新潟アルビレックスベースボールクラブに敗退。2016年シーズンは西地区で後期再開ながら年間勝率2位となり全後期を制覇した石川ミリオンスターズとの地区チャンピオンシップに出場1敗すれば敗退となる条件で2連勝したが最終戦が雨天中止となり 予備日程が残っていなかったことから、石川の優勝が決定した。リーグ優勝を目標としていた吉武は、9月23日に、今季限りでの退任を表明した。なお、同年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に、日本学生野球協会より、学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより、 学生野球選手への指導が可能となった。2017年春から、西部時代の先輩、京、沢久隆が監督を務める地元福岡の日本、経済大学公式野球部助監督となる。2018年11月からは吉武が、在籍時に出場して、以来、甲子園出場を果たせていない母校、九州産業大学付属九州。 産業高等学校からのオファーがあり、監督に就任。ありがとうございます。